はい、どうも、旅人 IT ライターサトルです。ちょっとね、Xperia 1 Mark II を使って動画撮影の作例撮りとかをちょっとしに来てるんですけども、いやー、やっぱりね、ちょっと問題ありですね、これ。ほんとさ、ものの10分ぐらい動画撮っただけなんだよ、この Xperia 1 Mark II。それがさ、この本体の温度が上昇したため、一部のカメラ機能が利用できません。これちょっとひどいよね。なんか Xperia シリーズいつもなんだけど、毎回のことなんだけどさ、この温度管理がポンコツ。本当これこうどうにかしてほしいって、ここ早く直してほしい。ほらまただよ、ピント合わないけど、どうすりゃいいんだ。あ、これで映ってるか。本体の温度が上昇したため一部のカメラ機能がうんちゃらかんちゃら、またでございます。こうケースも外してあるわけですよ。熱を逃がしやすいようにケースも外して、であとね、内蔵メモリーが悪いのかな、内蔵メモリーじゃねえ、マイクロ SD が悪いのかなと思って内蔵メモリーに切り替えたりとかもしてるんですけど、ダメ。インテリジェントウィンドフィルターのせいかなと思ってオフにしてみてるけど、それでもダメ。本体の温度が上昇したため一部のカメラ機能が利用できませんが出てしまいます。これね、Xperia シリーズずっとなんだよね。結構動画性能もいいよっていうのを売りにしてるんだけど、なんかね、ちょっと長めでもないんだよな、これ。やっぱり10分も撮ってないんだよ。10分も撮ってないんだけど、こう、撮影していると、熱だれしちゃってカメラアプリが動かなくなると。本当もう、Xperia シリーズずーっと、これね、これを本当早く直してほしい。もしくは俺の答えが悪いのかどうかわかんないですけど、これまで使ってきた Xperia ほとんどこんな感じなんで、ちょっとここはいい加減、サトルもイライラしております。また出てますね。で、もうアプリすら強制終了になってしまいました。なんだろう、働き方改革で動画撮影も休み休みしろっていうことなのかしら。いや、これ結構困るんだけどな。というわけで Xperia シリーズ、この熱だれ問題、とっとと、直してほしいと思います。ここ数年来ずっとです。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。